順にございます。先ほどまで実はライブ配信しておりまして、どうしてもねレンが欲しいかなと。レイドをクリアしていくにはレンが結構必須キャラ的になってきているんじゃないかなと思いまして、ちょこっとだけ弾いてみようかと思います。では見ましょうか。スタート。はい、ということでこちら復讐の戦場というレイド、4人レイドでございますが、8段階目まで来てちょっと先に進むことが難しくなりました。まあ子分が出てきまして、そいつも一緒に倒していかないと戦意を倒すことができない。なんとその子分を倒さないとどん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 戦意自体が強くなってしまうので、まあ全体に攻撃できるようなタイプが欲しいと。現状の私の戦力ではちょっと8段階目まででストップという感じになっています。まあスキル内容とかを見ていきますと、やっぱプレイした感想から言ってどうしてもレンが適正値的にはかなり高いということなので、まあルビーは使いたくない、なのでチケットで勝負してみようかと思います。無料チケット貯めてはおりますので、そちら使ってね、もし演出が来たらラッキーということになっております。では参りましょうか。今回ねクレが来てるの知らなかった。クレアもいいキャラクターでね、欲しいかななんて思ったけど、一旦アリーナよりかは先ほどのレイドを進めるためにこちらレン手に入れたいと思います。ではキャラ10回無料いきますか。いきます。そしたら何回無料召喚ができるかちょっと自分も分かってないんだけどね。うん、さあ行きましょうか。あー、まず黄色か。もう黄色はね結構いいんでね、もしよかったらウィンディゴを突りたいかな。あとはセレナが急突まで来てるんで、ここでおしまいにしちゃいたいかなと思っております。だからおしよしよし、セレナ来い。おいおっと、狙い通り来た。10個か。あー10個だともう1体欲しいな。20ぐらい必要ないはずなんだよ。あ、テオンですね。あ、テオンもね欲しいところです。まあ34か6ぐらいで止まってるんでね、テオンも欲しい。テオン、ウィンディゴ、彼らは必要なところ。まあ2体出たからよしとしよう。まあまあまあ全然チケット3回かとこれで演出来させるっていう魂胆がちょっと無理だろう俺無理言い過ぎだね。さあどうだ。うわー外れた。スケープ、やってもうたな。2回のチャンス来い。うわー黄色か、黄色か。いやーでもこれ終わるまでには、あールリラッキー。ルリもまあ昨日というか先ほどの動画見てもらった通りちょっと強くしたいところだな。ね、レイド戦においてはよし。なんだ、あーケイド全く育ててないし使ったことない状態ですね。どこで使っていいかあんまりよくわからない感じなんですよね彼。希少のケイド、さあ終わっちゃうかな。2体かな。あと、おお、2体止まりか。うわー頼む、いきましょう。演出来い。赤、うわーなんだ黄色か。無念、とりあえず無念だ。さあ、あ、ヘンリー、あーこれまだ全然なかったかな。どうだろう、使ってないからそんなに記憶がないんだよね。あの塔で使ったぐらいちょこっと、そのぐらいなんだよね。うわもう一回ぐらい、ウィンディゴ来い。よし、ウィンディゴ来い。ウィンディゴ誰だ。あ、チェンチェンか彼女もね結構溜まってるけどね。ちょっとここでおしまいかな。一旦おしまいだな。
他に無料召喚できるのは装備か。装備ってみましょうか。ドン。新しい装備入りましたので、もしかしたら伝説級出てくる可能性はあるということですね。さあ行きましょう。あ、とりあえず黄色か。伝説は出ないということですね。まあまあまあ、ちょっといいのが出たら嬉しいかなと。はい、侵略者。もう伝説出ない限りほとんど必要性ないからね。全く新しいの出なかったな。ルビーは使いたくない。で、キャラ召喚でマイレージまだ溜まってないのか。確率特別枠があるはず。こちらキャラ10回無料召喚券ありますんで、勝負してみたいと思います。いきましょう。トパーズ1万1000溜まったので、いきました。ドン。来い。来ないか。黄色か。青。これ天井まで行きそうだね。まあルディ欲しいから。伝説級。さあ、上に行こう。おお、来た来た。ウィンドウが来た、ウィンドウが来た。ラッキーラッキーラッキー。彼を強くしておかないと。もし誰だ。あー、シャイか。シャイはもういらないっす。感動しました。よし、3人来てるね。おー、ルディ、ラッキー。多分20兄弟手にしてるからね、とつれる可能性ある。いやー、ちょっとガチャはダメだった。完全外れだったね。ちょっと合成すっか。合成。ペットとか溜まってっかな。あ、割と溜まってるね、ペットも。マックス、ドン。いけ。あ、やった、ランク上がった。自動。よし。1イン。呼吸一回できる。よし、青いけ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 。おお、しこれで青初めていける。3個溜まってる。自動合成希少。いきます。これ伝説になる可能性もあるのかな。あれ、あ、でも初めて出た。ん、なんだろうなんだろうなんだろう。あれ、今のキャラクター、俺初めてのキャラクターだよな、ペット。たぶん。青キャラだったよな。誰だったんだ、今。なんか、繊維っぽかったよ。ああ、これだ。繊維だ。おお、やったやったやった。30% の5000回復。あ、無限の塔専用のキャラクターなんだね。あ、これはこれでラッキーだ。うん。まだ持ってないキャラ結構いるな、一瞬で。ということで、キャラ合成だね、勝ち。行きましょう。結構、溜まってっかな。79、ドン。なんかな、この合成、ちょっと、最近結構夢あるなって思ってきたんだよな。少しでも、これ貯めて、上のランクに上がっていけば、買わなくても済んでくるからね。ただやっぱりこれできるのっていうのは、ガチャを引かないとここまでいかない回数貯められないっていうのがあるから、結局ガチャしなきゃいけないのかって思っちゃうのね。よし、緑だいぶ溜まってる。緑高級ランクはね、もう全部溜まってて、溜まったっていうか限界突破させたから、もうよし、結構出たね。あ、いいね、ウィンディゴ1、ウィンディゴ1。よし、ウィンディゴ。テオンも欲しい。ああ、ジョシュ。ジョシュいらないね。彼女も全く使ってない状況ですよ。ドン。おお、イオタ。イオタも使ってないな、そういえば。おしまいかな、これで。おしまいか。で、シャイ。彼女は、
これ自動合成になると怖いからシャイだけにしておきましょうか。カグリーン合成時ゴー。そうかい、他のはうしうしうし、ちょっとずつでも他のキャラクターに触れれば嬉しいね。贅沢になるから。シャイ、あと2回できるか。よし、おう、バルデル、いけ。おお、俺これミスベルベット持ってないんだけど、こういう場合どうなんの？貯めることはできんの？あ、俺知らなかったけど、全く持ってないのどうなってんの？俺初めてなんだけど、このケース。レベルアップ、あ、どうなんのあれ、貯蓄ってこと？それともお店に行ったら解放されるとかそういうのがある？ことか、レイコンスキー伝説。自分もミスベルベット持ってないんだけど。あ、でも次ミスベルベット来そうだよね、ガチャね。そのためにちょっと貯めておきたいな。やっぱ購入不可だもんね。なのに所有はできるっていうことなの。解放された時に累積されているってことでいいのかね。そう思いたい。持ってないからなしよってことじゃないよな。よし、今のね、超越できる数になっててるか。あー、まだルディダメなの。あ、でもデロンズがいけるの。デロンズはしとこう。多分昨日買ったやつだな。アイリーンもいけるな。またゴールドがなくなってくるからね。インディゴ、インディゴ。うわー、これでゴール一気に飛ぶね。まあ、そっか。またゴールダンやればいい話だしな。このぐらいかー。そっか。無念だな。セレナも超越まであと5つ。あー、お金がないだけか。じゃあセレナもおしまいということで。よし、本日は収穫なしガチャでございました。おい、ということで、まあちょっと悔しかったけど、今後の目標バリオンレベル10、レベル10か10段階目、まあ運要素も含めて戦っていけばクリアできるんじゃないかななんて、ちょっと短絡的な考え方でいきたいとは思っておりますが、次配信するときにはクリア多分終わっちゃってるかなーなんて思ってるんですけどね。はい、それとギルドレイドとかもね、だんだんこう詰めて頑張ってやっていこうかなと思います。全然スコア出ないし、まだスコアの最低ランク500も個人スコア突破できてないので、頑張ってみようかなと思います。本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタンチャンネル登録してください。ありがとうございました。